いやー、刹那啓介だよ。箱庭の歌パート31やっていきたいと思います。前回のあらすじ、前回のパートは夏樹が体を張りました。体を張ったことによりコラビちゃんとひよこちゃんの中にちょっとしたインパクトが起きました。そしてね、マリンちゃんもそれを見て衝撃を受けて、この二人を出場に誘わないということを誓いました。さて今後この二人の文化祭の参加はあり得るのでしょうか。だ前回のパート見てくださったらそういうのがよくわかるんで、ぜひ今からはダメやな。今からこれ見てほしいけん、この生放送見てほしいけんあかんけど、この生放送終わったらすぐに俺の YouTube のチャンネルで飛べ。そしてこの過去のパート30まで、1から30までバンバン見よう。もう外国のドラマを一時 DVD 借りていっぺんに見るぐらいの感覚でバンバン見よう。よっしゃ行くぜ。あ、そうそうそう、今回は本当にあれが楽しみだ。あれが楽しみっていうのは出てきた時に紹介するけど、コラミもヒヨコも何も喋らない。お互い考え込んでいるような顔をしていた。何か声をかけるべきだろうか。そうした方がいいような気もするし、そうじゃない気もする。もし悩んでいるのがコナミ一人だったら、きっと声をかけるべきなんだろう。でも今のコナミにとってヒヨコはきっと仲間で、そのヒヨコが一緒に悩んでいるのだったら、僕は何もしない方がいいんだと思う。そうやな、なんか二人でさ、二人でいろいろ考えて答え出したら二人の親睦深まるし、とにかく自分で考えるってことが大事なような気がするんよな。二人が明日森崎たちのとこへ行くかはわからない。どんな答えを出したにせよ、ちゃんと答えて出したなら答えならそれでいいと思った。明日どうなるかって話です。また明日にならなんかい。さてこの BGM はなんだ。あれだけの壮大な BGM 流れといて、そのフェードアウトしてフェードインしてきたと思ったらさ、この音楽はなんだ。もういきなりムードが変わってきてますよ。夕方になって出たー出たー、とうとう出てきた。今回のパートの楽しみいきなり出てきた。見てください皆さん。あ、初見さんのこと、初見さんの方がおるんよな。初見さんの方がおるけんさ、その方には何のこっちゃかわからんと思う。何のこっちゃかわからんと思うけど、これ前回のパートで自分のツインテールをバッサリ切ったんですよ。バッサリ切って、あ、カズニャンさんは、あ、まだかんだ。カズニャンさんやな。カズニャンさんは知っとるよね。夏雪ですよ。あのツインテールだったはずの夏雪ですよ。散髪見てこうなったんじゃ。依然として女の子だ。依然として女の子っぽいは変わらないな。でもボイシルになったな。あ、俺ショートヘア好きやけんな。こんな髪の毛の女の子が好きやな。夏雪オタクだけどな。うっす。夏雪が戻ってきた。誰よあんた。まあ、確かにだいぶ変わったけんな。だいぶイメージ変わったもんな。ふん、そんな悪態をついて俺はちゃんと分かってるぜ。照れ隠しなんだろ。煽りを入ってきます。煽りで入ってきます。ほんとかっこいいよねこれ。かわいいしかっこいいし、もういいとこずくめ。お、何のこっちゃか分かんないんで、この枠終わったら YouTube 直行してきますね。ありがとうございます。この男らしい夏雪くんの姿を見て正直惚れ直しちゃったんだろ。あ、でもな、女の子っぽくも見えるんよな。見る人によって男の子だったり女の子だったりできそうなタイプのやつやもんな。美少年か美少女かどっちに偏ってくるかわからん。でも美がつくことは変わらんぞ。お前やるの。誰があんたなんかに惚れるのよ。ダンゴムシの方がマシよ。めちゃくちゃディスってるわ。ダンゴムシ見たことあるんか、イズキ。ダンゴムシのどこがかっこいいんだ。丸々だけだぞ、あんな。ああ、あいつら丸々いるもんな。そりゃかなわねえよ。かなわないのか。丸々し、丸々ことを願望としているのか、なんときは。丸々って何がしたい。ビリヤードの玉に咲いたいか、使いたいのか。とりあえずドアを閉めろ。蚊が入る。
なんだよどいつもこいつも冷たいな。こんなに変わったのにみんな反応が薄いっていうな。反応コインは俺と視聴者さんだけだった。ドアを閉め、夏雪は定位置に腰掛ける。兄上。お、なんだ。私、マリンちゃんのグループ展参加するかどうか今日ちゃんと考えてみる。お、そうか。まあどっちでもいいんだけどな。そんな言葉はコラミに気を使わせないためのものに違いない。夏雪、たまにはお兄さんらしい面もあるじゃないか。本当だよな。まあ俺はどうでもいいけど、参加しないなんてことになったら切り捨てられた俺の髪たちはどう思うことか。プレッシャーかけてきてるね。それはもう取り返しのつかないことになってしまうね。これは参加せざるを得ないやな。もうなんかモンストの CM になってくる。参加せざるを得ないやな。参加させるを得ない。全言撤回だ。今の声はスネークじゃないんかな。全言撤回だ。いいセンスだ。ねえ兄上、正直に答えてほしいんじゃか。なんだよ改まって。本当は髪切りたくなんてなかったんじゃろ。そんなことねえよ。これから夏だし、ちょうど邪魔だと思ってたところだし。いやこれ待って、コナミちゃんが落ち込まんように嘘つっきょんだろうな。兄弟のやりとりを少し離れた場所からひよこもじっと見つめている。あ、そうか、ひよこちゃんも兄がおるけんな。姉も、兄と姉が一人ずつおるけんな。特に一緒におるんが兄の方。気まずくなりそうな空気を払拭するように。それじゃあひよこはそろそろ帰ります。ひよこはそう言ってわざとらしく立ち上がった。お、またな。あ、この兄と妹だけにさせてあげようって、関係ない自分は退散しようってことやね。夏雪のその言葉に、はい、また。今日のひよこはそう答えて本拠地を後にした。ひよこのもうひよこでなんか思うことがあるんだろうね。7月23日水曜日、気象庁の発表によりようやく梅雨明けとなった7月の終わり。僕と夏雪、伊月に歩むに小鳥は学校の茂みに隠れていた。ああ、コラメちゃんとひよこちゃんがちゃんと来るのか、本当に来るのかっていうのを確認しに行く。ここまでが兄の仕事ってことかな、夏雪にとってはな。なんで隠れてるの？し、今は黙ってて。え？小鳥はメールで突然ここに呼び出されたので、わけがわからないという顔つきである。知らんな。そりゃ、コラミで小鳥ちゃん昨日おらんかったもん。この人誰？あ、小鳥ちゃんにまでこの人誰扱いされてますの、夏雪。まあ、わからんわな。は、俺だよ、夏雪だよ。え？まあ、そうなるわな。こんだけ髪型がガラッと変わったらそうなるわな。イメージが変わる。夏雪が男になった。もともと男だよ。まあそれが普通の反応だろうな。それにしても熱いな。我慢しなさいよ、くっついてなきゃ見つかっちゃうんだから。さてと、僕たちが見つめる先、お、マリンちゃん、やっぱ学校やけん制服ですね。そこには不安な面持ちか、これ面持ちではないな、面持ちでいいかな、うん、面持ちでいいや。面持ちでコラミとひよこを待つ森崎の姿があった。コラミは来るのかしら。夏雪が家を出た時はどうだったんだ。一応出かける準備はしていたみたいだけど、よくわかんない。まあ待ってりゃそのうち来るんだろう。来た。言ってるそばからコナミが学校へとやってくる。僕たちは黙ってその姿を見守った。来たんやな。来てくれたんだ、ありがとう。うん、浮かないその表情を見ていると、断りに来たのではと勘ぐってしまう。あ、そうか、来たからと言って断りにっていうパターンもあるんじゃな。あ、面持ちって読むんだあれ。
そうか、面持ちですか。了解しました。面持ちか、覚えとかなな。そんなコナミの顔を見て森崎の表情も曇る。しかしコナミは、私まだ怖いしそんなに乗り気じゃないけど、でもみんながそっちの方がいいって言うから、だから今回はマリンちゃんや兄上、それにみんなを信じて一歩だけ歩み寄っていこうと思う。コナミちゃん、勇気の一歩だったな今のは。勇気の一歩。そこからコナミちゃんの世界観は変わっていくと俺は信じております。参加する意思を森崎と伝えた。そんな消極的な感じでもよかったら、そのそれ以上なかなか言葉を続かないコナミの姿を様子を見て、森崎は元気な声を出す。うん、当たり前よ、いいに決まってる。それはちょっとうるさくてわざとらしい喋り方だったけど、そっか。そのわざとらしさがコナミを安心させているような、そんな気がした。よろしくねコナミさん。うん。差し出された右手をゆっくりと握るコナミ。森崎は僕が見た森崎の中で一番嬉しそうな顔をしていた。というか、そろそろさん付けじゃなくてもといつも思ってるのじゃが。そうやな、ここまで来たらお前らもう呼び捨てで呼び合えや。あ、でもマリンちゃん的にはちょっと恥ずかしいかな。え、私はそのマリンちゃんって呼んでるんだし、マリンちゃんも。あ、うん、やぶやぶよやぶ。コナミちゃん、コナミちゃん、コナミちゃん。めっちゃ目光ってるあなた。ちょっと恥ずかしくするとかそういうんじゃなかったタイプやな。積極的だな、肉食だなマリンちゃんは。いや、そんなに連呼されてもの。コナミちゃん、やめろ、そこまで行くな。だ、誰も抱きついていいなんて言っとらん。まあよかったよ。うん、なんかうまくいったじゃないのよ。これでこそ噛み切った甲斐があったわね。お、まあな。コナミが踏み出した一歩はまだ ほんの小さな一歩かもしれない。でもきっと大切な一歩だった。でもまだ終わりじゃないな。ねえ小鳥、ちょっといい？え？僕は小鳥を連れて二人でその場から離れた。ひよこちゃんのことやな。こんなところにいたか。校庭の隅、一人丸くなっているそいつに僕は無遠慮に声をかける。なんでここが？いや、小鳥ならひよこの場所わかるんじゃないかって思ってさ。え、ひよこちゃんの方のひよこちゃんのことを場所をわかるぐらいの探知能力あるの。え、すごいな。小鳥ちゃん、君はどんな能力を持ってるんだ？あなたはいつもちょっとだけあの電波出してるから電波出してるからってそういうなんか不思議系の電波出してるからみたいな感じになるな知らん人が見たら不思議系の電波出してるからみたいな感じが痛い子なんだなって思ってしまうな。ひよこちゃん、近づけばなんとなく場所はわかる。あなたですか？呼ばれなれませんね。え？いえ、なんでもないです。それよりひよこを見つけ出してどうするつもりです？学校にいたってことはつまり参加するつもりってことだろ。そんなところに隠れてないで燃え先とコナミのところに行ったら。違いますよ、そんなんじゃありません。ただちょっと結果だけを見届けたいと思っただけです。え、どういうことそれ？ひよこは立ち上がって背を向けた。まあ、あの調子だったらひよこが参加しなくてもコナミさんも大丈夫だそうですね。まあ、ひよこちゃんは確かにさ、コナミちゃんがひよこちゃんが一緒に参加してくれるんだったらみたいな条件出したけんさ、ひよこちゃんはそういう粘く思いだけやけどさ、この際やけんな。そう言いながらゆっくりと歩き出す。小さな背中がより小さく見えた。するとその時、お、どうした？あ、え、ひよこの腕を小鳥が掴んでいた。なんですか？あ、小鳥は自分の取った行動に驚くようにして手を離す。
ごめん、よくわからない。え、わからないけど、でも同じような気持ちしてるんじゃないかなって思って。コナミちゃんかな、マリンちゃんかな。小鳥とですか。そう。な、何言い出してるんですか。あなたは大地どんな気持ちだって言うんです。わからない。コナミは、いや、小鳥は必死に頭を働かせて言葉を探しているように見える。言葉にしたくて、でもその言葉が何なのかわからなくて、歯がゆそうに顔をしかめ続ける。小鳥、最近たくさんいろいろあって、あんまり涼介と一緒じゃなかった。え、あ、でもこれ涼介やな。え、みんな楽しそうで、その真ん中に涼介がいて、私それをずっと遠くから眺めているような、そんな気分。なんかイライラして、どうしたらいいのかよくわからなくて。多分あなたもそんな気持ちなんじゃないかって思って、それなら捕まえなきゃって思って。私だったらそうしてほしいって思うから。え、なんだ、そっか、そんなの簡単な気持ちだった。それは、え、それは寂しいって言うんじゃよかとね。いや、誰の声か知らん、誰か知らんけど、こんな声にしてしまったな。突然の声に僕たちは3人揃って振り返る。お、コナミさんだった。ふふ。そこにコナミと森崎の姿があった。寂しい？そうじゃよ。寂しいか。小鳥が一人考え込み始めると、森崎が一歩前に踏み出した。もう何やってるの、そんなところで。え、ひよこちゃんがいないとコナミちゃんだって参加してくれないんだからね。ほら、さっさと行くわよ。そう言って少し強引にひよこの手を取る。わっ、ほやー、だ、誰も参加するなんて。何も聞こえん、何も聞こえん。もう一方の手をコナミが掴んで、二人してひよこを引っ張っていく。ちょっと文句を言っているその顔から寂しいがなくなっていく。わ、わかりました、自分で歩きますから。そう言って逃げる気でしょ。そうじゃな、これは逃げるつもりの顔じゃ。そんな顔してませんってば。言い合いながらもみんな笑っていた。困惑気味に見えるひよこの顔だって紛れもない笑顔の一緒に決まっていた。わあ、青春やな。そんな三人の姿を小鳥は不思議そうに見つめている。なんか自分とつながっとる部分つか、似たような部分を感じとんだろうな。小鳥、あのね、涼介。うん、うん、今すごくすっきりした。え、ずっとよくわかんない気持ちが体の中でぐるぐるしてたけど、コナミに言われてこの気持ちの名前ようやくわかったから。寂しいってことやな。僕を見つめてくる小鳥はどこか嬉しそうな顔つきだ。涼介、私寂しかったみたい。涼介がずっとコナミのことでどっか行っちゃったり、夏雪に連れ去られてどっか行っちゃったり、最近ちゃんと話ができなかったから私寂しかったみたい。涼介ともっと一緒にいたかったみたい。え、そうか。面と向かってそんなことを言われてしまって、ドキドキしないはずがない。本当やで。コナミちゃんが、コナミちゃんじゃない、なんか小鳥ちゃんとコナミちゃんよう間違う。小鳥ちゃんがさ、恋心とか抱いてなくてもさ、こっちとしてはドキドキするよ。そりゃ思春期ですもの。そっか。そんな言葉しか出せない自分を情けなく思っていると、小鳥はあろうことか、パッ、え、僕の手を握ってきた。ラブコメじゃん。小鳥、行こう、涼介。コナミたちを真似るように小鳥は僕の手を引っ張って歩き出す。え、なんなんこれ、いちご 100% とかそれレベルのものじゃないか。ラブコメじゃん、ほんと。その顔もまた笑顔だった。こんなシーン
みんなに見られたから、見られたらかわからわれるのに決まっている。決まっているのだが、僕はなんとなくその手をほどくことができない。結局、みんなのところまで手をつないだまま歩き続けた。そして当然、伊豆木と夏雪に散々からかわれる羽目になった。けど悪くないなって感じだな。悪くない。二人の中学1年生、中学1年生だな、二人の少女が救われたような日です。その夜、僕は小鳥からの呼び出しを食らった。お？小鳥が携帯のアドレスを教えてほしいと言ってきたのは、夕方の帰り道。それから数時間後の呼び出しだ。あ、この流れだったらもう俺にとっては骨格としては取れんのやけど。初の呼び出しにドキドキしながらたどり着いた場所は、この前小鳥が敵と戦っていたあの場所。え？凌介、やっぱりこの姿。まさかさ、力が強なってきたみたいな。なんでちょっと聞いよん、これ。そういうことな。前大きいやつ倒そうと攻撃したら攻撃全然効いてなかったんよな。暗がりから現れた小鳥が僕に向かって手を振ってくる。僕は手を振り返して歩み寄る。どうしたの？こんな時間にこんなところで。ここの山に敵がいるの。でもずっと私倒せなかった。そうなんだ。もちろん知っているが知らないふりをして話を合わせる。でもね、今なら倒せるから、よかったら凌介に見てほしい。その表情は数日前学校にいた敵を倒した時と同じように自信に満ちたものだった。そうか。でも僕に見てほしいというのはどういう気持ちの変化なんだろう。興味はある。でもそれを聞いてもきっと小鳥はこう言うだろう。わからないと。だから僕はただうなずく。うん、わかった、行こう。うん。なんだかんだでさ、小鳥ちゃんとひよこちゃんだけかと思ったらさ、小鳥ちゃんの気持ちも動き始めたって感じやな。山の中を二人で歩く。真っ暗で空気は張り詰めて、多分本来なら恐怖ばかりのはずの夜の山の中も、隣に小鳥がいるというだけで僕は妙に安心していた。気をつけて、あそこに敵がいるから。出た、こいつだ。こいつが小鳥が何回攻撃してもダメージを食らわなかったやつ。もうポケモンの幽霊みたいな感じ。シルフスコープが欲しいところ。少し離れた場所にそいつの姿があった。この闇の中でもはっきりとその姿を視認することができる。そのくらいの暗さ、何かもかもを吸い込んでしまいそうな闇の塊。小鳥は大きく息を吸い込んでゆっくり吐き出し、パッと顔を上げた。その瞳がまばゆく輝いている。地面と平行になるようピンと伸ばした右手には、色が違う。青やん。輝きが違う。今まで小鳥が生み出してきたものとは違う輝きの光の刃があった。ごめんね。小さくつぶやいた声には確かにそう聞こえた。そんな声をかき消すように小鳥は風を切って敵へと近づいていく。耳をつんざくようなノイズを上げ、敵も小鳥へと突進する。勝負は一瞬だった。お、真っ二つになった敵は断末魔を上げることもなく、よやめへと。なんて読むん。きー、もう散った、散った、もう散ったで、散った。あっという間にその姿は消え去った。今回は小鳥の勝ち。体勢を起こし顔を上げ、小鳥は、なんて読むん？枝の、夜闇を、夜空を見つめながら、台無しになってくる。感動シーン台無しになってきてる。はぁ、あ、
大きく深呼吸した。しばらくそのままの体勢でいた小鳥はゆっくり顔を下ろしてこっちに振り返り笑顔を作る。ありがとう、凌介。僕はただその笑顔を呆然と見つめているだけだった。いいシーンやないか。おう、ちょうどいいところで終わった。そろそろ終わろうと思ったもん。コンティニュートゥーザネクスチャプター。よっしゃ、今回のパートはここまでにさせていただきます。このセーブができるようになったらもうそのまま終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。週明け。何あの赤い剣、めっちゃかっこいいやん。小鳥ちゃんまた力つけたな。残りの大きい敵を倒す日ももう近いかもしれませんね。次のパートから新展開に突入です。次回の小鳥ちゃんの活躍を見たいという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。